目標は、まあ、有名なルートセッターになろうと思います、うん。まあ、なんでルートセッターになりたいかっていうと、やっぱクライミングとか大会ってルートセッターがいないと成り立たないんで、それでルートセッターになって、その課題が面白いとか言ってもらえるようになりたいなと思ってます。あと方言は、子供の頃によくおばあちゃんとかに言われたんやけど、まんまんちゃんにあんしやって、まんまんちゃんにあんしまんまんちゃんにあんしやまんまんちゃんにあんしやってまんまんちゃんにあんしやあんしやあんしやってあんしやあんしやご飯食べなさい、まんまんちゃん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 、まんまんちゃん、まんまんちゃん、安心やって、おとなしくしている、いや、早く寝なさいよ、いや、そんな叱るような感じじゃ、あ、いい方、いい方だし、いい方、違う、ご飯早く食べな、いや、違う、散歩の時とかよく、散歩の時、前に、いや、いいことじゃない、いいことだ。アンシーや答え言うと、お地蔵さんに手合わせやみたいな。あー、面白い、難しいね、難しい、はい、お願いします。